プロボクシング、フェニックスバトル 111& 弾丸264日間戦、スーパーウェルター級69、8キロ以下、8回戦0日本同級6位、ソーダ・ヤスオミ TKO8 回2分16秒ちょ4位黒丸。12日、東京、後楽園ホール。メインではノンタイトルで日本スーパーウェルター級6位のソーダ・ヤスオミ、エビス、ガチョ4位、韓国、 回 TKO 勝ちを収めた最終8回に左右のフックなど連打を浴びせ、レフェリーが試合を止めた。試合後、リング上で、6月で36歳になりますが、井出田さんは39歳。世代交代したい、と日本同級王者、井出田雄一、三子、二挑戦状を叩きつけた。戦績は35歳の相田が6勝。4KO、1分け。 26歳のチョが10勝、2KO、7敗3分け。元キックボクサーで K1 にも出場していた相ダは、21年にボクシング転向を表明すると翌年6月のデビュー戦で2回 TKO 勝ち。同年9月、デビュー2戦目となる東日本新人王ミドル級、72、5キロ以下、準決勝で、俳優の赤井秀和の長男、英五郎、定見、 とと戦い、2-1判定勝ちし位くさめからはスーパーウェルター級に転級し3連勝でこの日の試合を迎えていたこれまで19戦で KO 負けが一度もないちに対し見事な TKO 勝ちを果たした